システムはインターネットを通じて現場と、社内の、支援者を、リアルタイムにインタラクティブにやり取りするという仕組みになってます。でその中身はですね、映像、音声、そして、スナップショットを撮ってホワイトボード機能を使って有効にメンテナンス業務を効率化させていくという仕組みになっています。弊社内ではこのシステムをすでに去年より導入してまして、さまざまな活用で使っていただいております。特徴はですね、ここに見えるようにこの画像、現場の画像を支援者が現場のメンテナンスに指示を与えたり、そういうことでミスを少なくするというふうなことで使っていってます。今後この分野はですね、保守メンテナンスだけではなくって教育の現場であったり医療介護の分野、また製造現場、そういったところにも活用できると思っておりまして、今後どんどん広がっていくことを期待しております。ありがとうございました。